ールナイトニッポン公式チャンネルをご覧の皆さん、ティモンディの前田と高岸です。ラジオ局日本放送でお届けしているオールナイトニッポンの中で、平日に毎日3分間放送している番組コラボレート日本。この動画はそんなコラボレート日本をより多くの人に知ってもらおうという動画でございます。オールナイトニッポンと企業がスペシャルなコラボレーションをして企画を進めていくのがコラボレート日本。7月のコラボパートナーはこちら、ボートレース振興会ということで、ボートレース我々も見させていただきましたけども、すごい迫力だったよね。そうですね、スポーツって感じがね、そうね、しますね。鍛錬を重ねたアスリートたちの熱い勝負でしたね。はい、ということで、そんなボートレース振興会からの依頼はこちら、ボートレーサーを目指す人を増やしたい。こちらを受けてお送りする企画がこちらでございます。やればできる華麗な転身 Q&A。さまざまな経歴、職業から転身してボートレースの世界に入ったというレーサーの方は実は多いそうですね。なんかこちらちょっと見させていただきますと、はい、なんか野球経験者からボートレーサーになった方もいるみたいですよ。野田翔吾選手なんかは元西武ライオンズって投手、鹿児島実業出身、NPB から行ってるんだ。そうなんですよ。あと石丸海人選手は、はい、今治西高校、あら、ライバル校じゃない、我々の高校のね、で公式野球部出身で、3年生の時はセカンドで甲子園に出場、甲子園ボーイ、すごいですね。佐藤ほのか選手は花咲徳栄高校から日本大学で女子硬式野球部に所属、大学時代に日本代表として世界大会優勝だった。すごい選手だ、すごい転身だね。まあ、我々は野球高校、高岸大学までやって、お笑い芸人になったわけですけども、こういう道もあったわけですね。確かにね、今からでも遅くないかな。どうなんですかね、養成所入ってね、頼み込めばなんとかすればなりますかね。今回の企画では、リスナーのあなたから、この職業、部活、特技からボートレーサーに華麗な転身はできますかという質問を募集しております。ボートレーサーに向いているのかどうか、ボートレース振興会の方とこう回答を紹介していきたいと思います。はい、気になりますね。リスナーのあなたの仕事はもちろん、この部活動、この特技、この趣味、向いているといった純粋な質問でも OK です。例えば調理師をしています、特技とは調理なんですけども、ボートレーサーって料理どうなんでしょうか、転身できますかというようなものでも何でも OK でございます。体育の先生はどうですかとか、運動は得意ですけどどうですかとか、いろいろどんな質問でもいいんでお待ちしております。僕らもいけるんですかね、どうだろうね。でもチャンスはあるんじゃない。聞いてみましょう、いろいろとね、いろんな角度からいろんな職から転職されてるだろうから ね、こんな感じでリスナーのあなたから、こんな職業や特技からボートレーサーに華麗な転身できますかという質問をお待ちしています。今回は僕たちが予想で話しましたが、コラボレート日本ではボートレース振興会からの回答もご紹介します。受付メールアドレスはすべて小文字で boat@allnightnippon.com です。はい、はい、新ボートレーサー募集で検索するとヒントになる情報があるので、ぜひそちらもご覧ください。たくさんのお便りお待ちしています。以上、ティモンディの前田と高岸でした。